ましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年最初の登山ということで2人で登ろうと思います。登山届を提出しようと思うんですけど、はい、分です。今日は名栗の元気プラザに来ました。2022年の登り初めにうちのおじさんと伊豆ヶ岳、竹川岳に登っていきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いします。それでは出発していきたいと思います。ここから登山道となるようです。出発します。はあ、よいしょ。津賀の木台、津賀の木台ですかね。おじさんどんどん先進んじゃってんで、頑張って向かいます。阪南アルプスの稜線に出たようです。伊豆ヶ岳に行く前に小高山のピークが近くにあるんで寄ってきます。はあ、景色が綺麗。はあはあ、寒い風が、はあ、ここが小高山ですね。720m です。それでは来た道を戻ります。稜線沿いということもあって激寒ですね。今年入って久々歩くのでちょっと体が重いですが、頑張って歩いてきます。五輪さん到着しました。おじさんは男坂から伊豆ヶ岳に向かうそうです。私は女坂から行くんですけど、バイバイ。こんな中ですね。おじさんあそこにいます。まだ私は向かおう。では頑張ります。伊豆ヶ岳の山頂まであともう少しです。景色が最高ですね。伊豆ヶ岳到着しました。いや景色良くて最高です。あそこにスカイツリーが見えてます。おじさんやってきました。遅いね。他にも登山者いらっしゃいますね。それでは山伏峠に向けて出発します。今日は雨目指す峠の方ではなく山伏峠の方に進んでいきます。山伏峠まであと 800m の地点です。伊豆ヶ岳から 500m 進んできました。車道に出ます。山伏峠です。それでは竹川岳方向に進んでいきます。霜がね、降りてますね。あれが伊豆ヶ岳です。正面に竹川岳が見えます。あと 1.5 キロです。おお、高原市です。おじさんが歩いてきます。前竹川岳到着です。
まあ上がっちゃってる。はい、舞茸カーだけに到着しました。はい直した。竹川岳に到着しました。イエーイ。竹川岳到着しました。 1051.7m です。イエーイ。ココアを飲みます。それでは出発しましょう。はい、出発します。元気プラザ方面に向かいます。大栗沢を経て、名栗元気プラザに帰ります。ここ。あ、そうなんだ。ここ。ツルツル。今下山してきました。アイスバーンです。それでは元気プラザに向かいます。